暗っ。え、何この人たち。ちょっと待ってや、何してんの。めちゃくちゃ撮影してるやん。いやどうも、梶原優斗の部屋なんですけれども、最近やってなかったでしょ、僕のこのパターン。やってない。いきなり回し始める。え、なに、どないしたん。すげー、なんやなんやお前。おい、そうしなってきたんだこれお前。1、2、1、2、1、2、1、2やん。違う違う違う、なんです。そのくらさじゃないだろ。なんやねん。違う違う、僕がね、どうしたんよ。ちょっとキッチンにいる間気づいたらもう何の音もしないんだよ。違う違う、これ、違う違う、ちょっとこれは誤解があるわ。うん、撮影先終わってな、うん、でちょっと実はこの後、うん、嫁サックやね、うん、みっこが来てちょっとある撮影をするのよ。そう、でその貴重な間時間を、うん、各々休憩っていう形でやってたのよ、うん、その黙ろうねって言って、うん、いやだ、それを踏まえた上で暗いなって言ってるんですよ。暗かった。暗いって言わんでもな、暗いなこいつらって思いました本当に。え、暗かった。そうそうそう、暗いか暗くないかって言ったら別に暗くはないと思う、うん、いやもうだから漫画だったら紫色のなんかどんよりした感じだったスミバルコちゃんのはい、はい、あれみたいなこと。そのやっぱ我々は明るく元気にハッピーな動画を作るチームじゃないですか。うん、がもうなんかもう暗く、誰も会話しなかったですよ、だってちょうどやったな、タイミング的に、はい、もうちょっと待ってくれたら、はい、多分、どんちゃん騒ぎになってるな。どんちゃんよ。いやいや、で、スイッチ入れてるじゃん、今突然みんなスイッチ入れたでしょ。これ多分あれやな、はい、見てくださってる方、はい、こういうのが見たんやろな。もうなんで、なんてことない、そのやつよ。なんてことないやつやな。僕たち結構おじさんなんですよ。休む時は休むんですよ、ね、そうそう、うん、メリハリだから、メリハリの世界でやっておりますまあそうっすけど、ちょっと今度やり返したいな。あ、確かにやってくださいよ、安武が。そうそうそう、シャワー浴びてるとことか絶対歌歌ってるから、英語の歌歌ってるから。カミングスーンみたいな、なんか歌ってる。どんな歌や。